最初はグーじゃんけんほい。うわタイミングわかんねえからこれか。はい、ゼロ。これちょっと涙の3球目だな。終わり。ゼロ。いいかな。デスタロスと埋めて、今のサンダーアイス終わり。はい、ゼロ。スドロー2回です。はいはいはい。いやおっとバッシー封印でドロー。これで捨てドローとダッシーで、あれなんか座りましたぞ挽回した。うわ効果でここうわマジか、墓地がない。やったーでかすぎる。すげーこの木やべえ。ドガファイヤー。うわあとんでもない。アンタップとダシ、うん、これは使いません。はい、よいしょ。うわなんもねえ。やったー死んだか。これは勝ったぜ、はい、よいしょ。この2枚で、うん、オッケー。捨てドロー2回、はい、はいはいはい、はい、でボトム置いて、うん、ファイヤー。アンタップ SF 用でいくわ。でファイヤーボトムっすね、うん、で2点。うわ情けなし。情けねえ情けねえよ情けない、うん、情けねえよこれ、うん、名人。おあのバンス青物なかった。普通にファイヤーでいいな、うん、アンタップ出しで、はい、はい、でリブラトワード、ね、頑張れ。なんだこりゃ、死んだ。つえー最初はグーじゃんけん、はい、ふむ先行埋め終わり、うん、はい、じゃあベルベット埋めて終わり。はい、よ決めカットでしかは終わり。おお、そんなが強そうじゃん。マックスよ。水筒埋めて今な。はい、これもうマックスよ。よいしょ、あれポジション、あれポジション。いやすげえ。暴力や。終わり。だろ。これ勝った。勝った。これ勝ちました。ノーチャージ。ノーチャージ？そうだね。バッシ。先に封印剥がして効果の前に、石川さんのメガラストバストで、はいはいはい、ツードローを1捨てでいいな。バッシ効果、これもうファイヤーでいいっすわ。いいっす。ダッシュアンタップ。あら。見て。よいしょ。まあ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 、でこれはもういい、あの2話しかないから使えないけど分かって革命人ます。まあ、まあそうだね、はい、何もない。2点。あぶねえ。分かってきな。ガラそれぐらい。エンドどうしようかな。何助けてもらうぶん。エンドきたー強すぎるとんでもないことになった。アタック時、はいはいはい、まあ、これ振りから使います。捨てドロー2回、はい、はいはいはい、で、もとむで2回目でファイヤー、はい、アンタップだし、うん、いいかな、はい、おー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 、で捨てて SA2 点。びっくりした。レッツゴー強すぎーいしょはい、というわけで今回使用した赤尾マジックアドバンス版のリストがこちらにありますということで、まぁ、あ、ちょっと変わった点を中心に話せればなと思います。うん、はい。主に3つですかね。まず1つ目、ドキンダムが採用されましたということで、はい、これはまず、このデッキ結構、コマンドが、まあ、合計8枚入ってるんですね、うん。なので結構剥がれるので、その封印からカードが墓地に落ちると、そこに呪文とかが落ちるわけですよ。うん、そうすると、あの革命者の弾が増えるんですね。だからまぁ、あうん、実質、あれ、チェンジした時に、あの、手札1枚増えてるんですよね。うん、ですね。うん。封印から出た呪文も使えるって考えると、うん、手札が1枚増えたとか、考えることができますので、まあこいつらがキャントリップついたらそれはまあ強すぎるわなっていう話ですね。だし、まああとシンプルに40枚でデッキ組むより39枚でデッキ組んだ方が、まあ理論上こいつらが引ける確率ってちょっとずつ上がるじゃないですか。そうですね。そうっていうのがあるので、まあドキンダム基本入れ得になりますと。はい、でドキンダムが入ったことによって、はい、追加で入ったカードが2種あります。はい、まず一つ目がキューブリックと。ですね、キューブリック。はい。どこからでも墓地に置かれた時、水マナが3枚以上あったら、クリチャーってバウンスできるということで。オリジナルだとここは4コストの方のキューブリックだったと思うんですけれど。うん、まあ、今回はアドバンスだとドキンダムのその封印から落ちるっていうそのランダム要素も加算されて、こっちの方がまあ優秀ということで軍配が上がった感じです。そうだね。まあ上振れでとんでもない勝ち方をする可能性があるので、まあ捨てるタイミングっていうのも結構多くて、例えばまあこの辺の呪文とかで捨てるとか、うん、こいつの登場時とかで捨てるとか、うん、いろいろあるね、うん、墓地に置くタイミングっていうのは結構多いので、まあノード的にもかなり使いやすいですと。はい。でもう一個ブルースですね。はい、はい、これがね結構やばくて、はい、まあ、前はこの辺でさっき封印落ちるって言ったんだけど、まあこれで例えば短期落ちたと、はい、ってなった時にブルースで短期を出すみたいなムーブができるようになるわけですよ。ですね、できますと、はい、まあこれはそのドキンダムがあるからこそ採用されてるカードですね、うん、ですね。次受け札取りも結構優秀で、まあ姫カード出てくると相手の場面2体バウンスできるみたいな。そうだね、うん、はい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 、強い、うん、受け札としても使えるし、なぜかアウトレージがついてるのでテストラストで捨ててます、ね、おーすごい。そうだから特に腐るタイミングも少なくていいカードだなと思ってますね。はい。で一応長寿についても言及しますが、はい、この辺のカードはほぼないと見ていいですか。まあそうですね、サイクリタだけこのデッキだとあのプレイアブルなカードにな
になってて、まあ、ブルースマラゾンに見ると3色で召喚ができます。で、こいつがコマンドを持ってるので、とりあえず手札ない時に暇な時にポンって出しておくと、こいつの封印がちょっとずつ進んでいくので。ってことは、これが置物ですか？まあ、ほぼ置物ですね。うん。ここにラストストームがいるんですけど、まあ、ワンチャン3体出したら、そうか、一応あるのか、理論上、うん。一応出せる可能性があるので、とりあえず入れました。なるほど。はい。で、ドキラミックス、こいつは現実的に使います。はい、結構使います。はい。あの、革命チェンジ元は革命人だけなんですけど、うん、まあ、例えば革命人でダブルブレイクいきます、うん、で、ファイア打ちます、で、アンタップします、で、ブロッカーとか出てきちゃっても、ここからチェンジして X になっちゃうとか。はい。で、X がね、ブロックされない効果を持ってますので、はい、ブロッカー貫通して殴れますよとか、精神もあったりします。はい、ということで、まあ、ドキラゴン X だけ結構現実的に使うので、それというか、まあ、さすがにまあ3枚なくても全然大丈夫ですよ。1あれば多分、ゲーム中は基本的に大丈夫だと思うんで、うん、まあ。毎回使うってわけじゃないんですけど、頭の引き出しにちゃんと入れておきましょうというやつですね。はい、そんな感じです。はい、まあ、というわけで、まあ、あとはオリジナルとほぼ一緒なんで、特に話すことないです。まあ、アドバンス赤マジックかなり強いらしいので、はい、ぜひ作ってみてください。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。